パーチャマでございます。ブラジル人ネレス、こいつがやっぱり当たりじゃないかということで、でこの人を使っていますが CF で使っております。でウイングもいけるんですけど CF の左だから、ここで左でドリブル持っていくことによって外にいける、うん、でクロスも上げれる。でまあ本当はね、本職は右なんだけどね、右もいいけど、まあガチスカの時は右で使おうかなと思います。でこの人に合わせて大先輩ロマリオちゃん、上下関係を学んでほしい。で同世代ホドリゴ、そしてロナウジーニョ大先輩、カフーもいるってことで、これで使っていきたいと思います。ネレスちゃんはやっぱりね、能力見るとね、こうなんだろうね、まあ、フィジカまあなんか何でもできちゃう感はあるよね。パスもいいし、まあ、そこまでめっちゃ良くはないけど、その苦手が少ないみたいな。あとやっぱキュンキュン感、キュンキュン感がどうなの。で左しかボール持てないんで、基本はね左しか持てないドリブル、まあメッシ的な感じで、メッシよりさらにちょっとでかいでしょ、170ぐらい、70以上あるはずだから、まあちょっとメッシとはまた違う使い味、それを生かしていってほしいという感じで。ただもう 前はね、もうちびっこですよ、はっきり言って、はっきり言ってちびっこね。3人ともネレスも176でしょ、でロマリオ169、ホドリゴ174、ちびっこちびっこ。ホドリゴとかに比べたらやっぱドリブルは高いね、ドリブル系はネレスの方がいいと。でパスもネレス、あ決定力だけホドリゴか、あとは基本ネレス、でスピード瞬発はホドリゴ、あいいね。それでこう右左でグイングングイみたいな、うん、右と左でこれどうした方が良かったのかな。ワンタッチシュートが、まあ、ホドリゴあって、ホドリゴ強いね、スパサブもあるしみたいな。ホドリゴマジで強えな。あーでガウーショね、ガウーショちゃん、これ決定力ガウーショです、足遅です、足遅でも瞬発ある、ドリブルと決定力に振った、まあ、真ん中させようと思ってたんですよ僕 ST で、うん、メッシになれみたいな、じゃあメッシの方がいいと思って使ってみたらね、うん、まあメッシは超えつみたいな感じで出番がなくなってしまったっていうのが、まあこのロナウジーニョなんですけど、まあ、今日はね輝きを見せてくれると思いますよ、うん、稲妻ブレイクさん、稲妻ブレイクさんとのマッチングですということで、はめまめま、まずもうボール持ってみよう、うん、まずロマリオね、ロマリオのこの速さ、ここの速さ、このクイキキキキキ、ここ速いね、うん、ホドリゴ、はい、キキキキ、あ、これホドリゴの、あ、これ加速、キキ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 、これに勝てるのかと。で、こっち向くから、で、ここで、あ、ファールないの、あ、ちょ立ち上がらなくて、ねえレス、お前甘えん坊さんか、それお前ちょっと今のは、ちょっと信頼ポイント1マイナス、あ、欲しい。でももういいよいいよいいよ、もうドリブルおじさん、ドリブルスカットと言っても過言じゃないね。オッケー、あ、あっちもホドリゴいるじゃん、あ、ちょ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 、あ、これはロマリオ、あ、これチャンス、これネレス、いけるいける惜しいな、もうちょっと前に出してほしかったね、かましてくるやんと。ソン・フンミン、てかソン・フンミン来なかったね、ソンフンミン来るぞって言ってたけど CL ガチャ来たね、そういやね。ロナウジーニョウィーンス、ロナウジーニョウィーン、オッケー、この人ホドリゴを左で使ってる、これ抜けてほしいね、あ、惜しいな、フラスルでよかったかも、取れる、惜しい、いいよいいよ。ブラジルのさ、最新のブラジルっていうのはね、もうあのおっさんたちはね、ブラジル人といえば、まあ足元うまく、きたこうじゃない、あ、やばすぎ爆発、まあ、あのシュート、あ、そっか、左で使えばシュート打てないか、やっぱ右で使う方がいいのかな、あ、まあでもこの勤勉さを見せたいのよ、ロマーリは置いといて、やっぱ最近のね、カカあたりからブラジル人の印象変わってますよ。昔のブラジル人はやっぱサッカーうまい、スペシャルな選手ではあるけど、ちょっと稼いだら危な、もう遊びほうけてね、クラブで遊びほうけてお金も使いまくるし、サッカー真面目にやらなくなるみたいな印象ありましたよ。まあ実際ロナウジーニョも、ね、それでお金がなくて破産だなんだとかね、パスポート偽造してどうたらこうたみたいになってますけど、そうじゃないと。それをね、やっぱロマーリオ、ロナウジーニョはあるわけですよ。でネレスちゃん、ホドリゴちゃんは最新の
カカタイプ、もうあのサッカーでヨーロッパで活躍する組織も知っているっていうね、組織的なサッカーも知っているっていう、そんな人、それをまあまあもうあの教えてほしい。逆に危ねえ、ロマリオとネレスちゃん、あのあれにロマリオちゃんと、ロナウジニョちゃんに、ロナウジニョちゃんには特に教えてほしい。お、いいじゃん、パスいいじゃん、はい、ホドリゴで、逆にロマーリオちゃんとかはこう対人関係を教えてほしいと。こうやっぱスティック倒さないと取りに行かないね。ダブルチャッチタッチの準備よーいって感じだったけど、いいじゃん、ホドリゴ走る、いいね、パスが、もうスナイデル、お前もうほんとパス、お前がパスミスったらもういいとこないよ。ほかあるけどさ、なくはないけど、なくはないけど、お前といえばだろ。おらららららら、らよし、こうでしょ。はい、キャイン。ホドリゴちゃん、ワンタッチパスじゃないけど、ワンタッチ気味のパスが生きてるね。うん、そんなに悪くないわ。そんなに悪くない。で、これ、そっと、そう。で、ここ。もう一回？無理か？無理ね。ちょっと違ったね、今のは。ドリブル見せていけ、ドリブル、あ、ドリブルのスキルがそもそも俺になかったね。あ、ダイレクトで打たない、それもうちょっと早くダイレクトで押さないといけないんだ。なるほどな、なるほどなって。なるほどなって。おっとあー、これ、これ一番やばいところ取られちゃったんじゃない？これ一番やばいところ取られちゃったんじゃない？オッキーオッキー。カフ戻れ、カフ戻れ。まずいよね。ほらー。やられるじゃん、これは。ちょっとやっぱやばいところ取られちゃったね。スナイデルが浮いてます。やっぱブラジル人の中では気が合わんのかもしれんな。これスナイデル見せてほしいな、ここで。あ、惜しい。あ、惜しい。あ、惜しいな。このやっぱブラジル人こんなに集めたらやりにくいな、なんか相性が良くないのかね、なんだろうね。なんかやりにくいんだよな。サンフミン、サンフミン、あ、これは OK。 やっぱね、3秒後2秒後未来を予測してそれを準備しとく。いいよ、ホドリゴ、あ、いいね。ここからどうするかな。ホドちゃん、ネレス、ネレス、ネレス、あ、加速はある、加速はあるけど無理しすぎた今のは。ネレス、お前にできることは何って。オッケー、ホドちゃんやっぱフィジカルは弱いね、ホドちゃんやっぱフィジカルは弱い ですわねっつって。この人シールディング使ってる、シールディング使ってる。珍しいね、シールディング使う人。あとはなんかやれそうだけど結局最後の一幕がないんだよな。やっぱラインブレーカー入れてないからかな。なんかこうピッ、なんかこう来ないね。ホドリゴも悪くないんだけど、ホドリゴもなんか基本結構支配してたよね。 52% で深い位置まで行けてたけど、最後のラストパスが出せない、このおじさんたち。だからもしかしたらロナウジーニョ・ガウーショにシュートを打たせるっていうのが一番いいのかもね。やっぱラインブレイクする人がいないから大誤算ですね。え、ラインブレイカーのブラジル人のこの特別な選手っていないよね。あ、いるかな。まあ、ていうかジェズス、ジェズスノーマルだとあれだよね。フィルミノももうラインブレイカーじゃないし、あと誰だ、あとは惜しい、あ、危ない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 、OK、あ、ロナウジーニョ、あ、ロナウジーニョ、あ、チャンスチャンス、これでしょ。いや、ここ抜けていこう、ここ外抜けていこうよ。マルティンジでしょ。あ、くそで、この辺りで集キャンする癖をさ、もう早く直したいよね。意味がもうないからさ。
はい、ちょっと待って、ここね、ガウジョね、あ、いいね、ガウジョ抜けてくれ。あ、ほら、もう左しか出せないからね、あんたは。あんた左しか出せないから。なんでこんなとこまで出てきてんの。ここな、あ、チャンス、ここ、あ、いいんじゃない。あ、欲しい、欲しいね。今俺ちょっと中中って思ってたから、中行ってたけど左行ってたら行けたっぽい今の。これ誰だよ、ロナウジーニョで、まあ、ジーニョで壁下ドン、はい、ありがとうございます。これね、うん、これ壁下ドン、やっぱジーニョがまず活躍しましたよ。うーん、気持ちいい。なんか結構対人でうまくいったの久しぶりかもしれん。なんかめっちゃ気持ちいいね、やっぱね。うわー、でもあれ普通に考えたらキーパー動かしたらね対応できるからあんまり有効ではないんだけど、ちょっとあれだね。やられたらやっぱムカつくよね。ロマーリオ、もっとロマーリオがさ深い位置でもらってほしいんだけどね、あんまりピンときてないのよな、それが。やっぱラインブレーカーがないからか、いないからか、なんかね、ロマーリオが割と低い位置でもらっちゃってみたいな感じになってるよね。勢いよく、あ、これ、こう、そう、行くよ。受けるお前。ちょっとネレスの位置が良くなかった今の。あ、そっちじゃない。ちょっとね、コンカだったんだけど俺。上向きなかった？ロマリオ。じゃあロナウジーニョ。ちょっとロナウジーニョ、まドリブルの素早さだけは天下一品なはずなんだけどな。ここでスアレスが、あ、スアレスじゃない。あ、これ。ちょっとスナイデルがもうちょっとグッと来てほしかったの今。チャンスメーカーだろと、お前チャンスをメイクするんじゃないのかと。ナイス、悪ないよ。はい、でこうでこう、もう一回、あ、ダメだ。ちょっとスナイデルがね、なんか全然ピンときてないんだよね。お前、あ、 OMF にするか。お前がもっとねグッググッといかないと、前の人たちラインブレイクしないから、ブラジル人だぞと。なんかこう一生懸命はやらないというか、やるけどなんて言えばいいの、そのちゃんとなんていうの、ラインブレイクしていくという気持ちはないから。でスナイデルがどんどんね、あのアピールしていかなきゃいけない。あ、もっともっといけっつって、もっといけって。やっぱブラジル人の血はね侮れなかったっていうことだね。うん、やっぱりブラジル人だ。あ、これそうスナイデルがここでもらえれば、惜しかったけどね、さすがにちょっとネレスにやらせようとしすぎちゃったね。こうなっちゃうからな。あ、ナイス。ホドリゴ、もうスタミナか、ホドリゴスタミナか。お、ブラジル人コンビ、お前ら信じてんだぞ俺は。オッケー、トリオか、ブラジルトリオどころじゃない、カルテットか。ほら、なんか出せるとこが少ないのよね。ロマリオ、いや、お前らさ、もうおい、ロナウジーニョ、ぶつかるのはないだろ今の。ふざけたプレーだよこれは。変えよう、スナイデル、まあ、スタミナ、ロナウジーニョもダメか。ここでちょっとネレス、まあ、ホドリゴちょっと変えて、ここムバッペ一回入れてみよう。ラインブレイクを入れることによって相手の陣形がガチャガチャ崩れていくからね。あ、でも ST か、まあ、CF にしたいな。ルンメニゲも連れてくればよかったね。ちょっとここロマーリオ ST の、なんでロマーリオ ST にできないの？ん？なんでロマーリオ ST にできないの？あれ、ポジション、あれできない、あれどうやって変えるの？ST になったね。あ、これでようやくか。
これでいい、これでいい、これ。ネレスのいいとこ見たいよね、やっぱね。で、ラビオ、デパウル、メッシ入れるか。なんでここに入んの、ちょっと。メッシをちょっと、ここよ、ここ。でも攻撃的にいかないとね。この時間ももう失点を恐れてちゃ勝てないから、ここで。メッシ行こう。メッシがやっぱアルゼンチンだよと。もうブラジルの時代終わったよって。教えてほしいね。うん、サッカーはもうブラジルのものじゃないですって。アルゼンチンですって。まあ、でもアルゼンチンの方が強いってことはないか。さすがに。さすがにそこまで強いってことはない。あー、いや、やば、メッシ。やばすぎだろ、メッシ。おい。勢いよく、この人のダブルダッチ、勢いがやばいんだよな。こんな、さ、ね、シャニムニなダブルダッチ見たことないよ。なんか出し方あんのかな、シャニムニダブルタッチ。ナイス、これいいよ、これ抜けていこう。ムバッペ、デパウル。ここでね、ロマーリオが絡んできてほしいんだけど、絡んでこない。もうやっぱサボってたね、今完全に。あ、僕もう仕事終わりましたみたいな感じで、ちょっと違うぞと。それはもう今までのブラジル人にのみ許されたことやから、今からのフットボーラーには許されませんよと。いいよ。あ、ライン崩れてる。あ、惜しい。あれもね、でもシュート打つタイミングでへこむから、ダッシュでちょっとバースト的な感じしなきゃいけないんだよね。うん、ラストあるか。ラストあるか。ラストあるんじゃない。あ、惜しい。ないな、これ。あ、あるな。ある。これ取れればある。いえ、これ、メッシー、ちょっと行き過ぎちゃったね。終了。ネレス。ちょっとやっぱブラジル人コンビでやったけど、そこまで、まあ、左が間違ってたかな。ラインブレーキーがいないってことに、俺がもっと早く気づくべきだった。ホドリゴとテンション上がっちゃったんだよね。ホドリゴも A だし、やったーっつって。いや、強そうなんだけどね、こうやって見ると。やっぱラインブレーカーがいるということで、ここホドリゴじゃなくて、ここルンメニゲですね。ルンメニゲ ST ができるラインブレーカー、まあ、ラインブレーカーは発動しないけど、そういう能力の人。うーん、スピードキック、これですね。まあこれですねと。ロナウジーニョに関してはもう別にいらんわと。いらん、別に、なんか、何やんたって感じでしたね。いや、これあると思うんだよね、ネレス。本当はヨーク、ロマリオ、ルンメニゲだったかな。うん、あ、違う、こっち誰だっけ、メッシじゃなくて。誰使ってたっけな。なんか、ルンメニゲより全然、あ、ルンメニゲだ、ごめん。ムバッペとルンメニゲで迷ってて、ジェコ D なの、終わってるやん。どこまでものやつだな、おい。ヨーク、こっちのヨークでしょ。で、セードルフとかも入れとくか。てかね、アンカー使わなくなってから劇的に変わっちゃって、カンテしかアンカーがね、カンテしか使えなくなっちゃって、そしたらセイドルフ使わなきゃやっていけない懐事情になっちゃった。リュカもまあそこそこ強いけど、別にいらんって感じだよね。めっちゃ強いってこと。あ、ケイン強いんだ、いいな。ティア・アーノルド、あ、組んでチュアメニ行こう。あ、チュアメニ行こう。 B ならチュアメニ行こう。 B ならチュアメニので、デパウルはちょっとかこかんってちょっと守備的みたいな。いいね。あ、これで使ってきたんじゃん。なんでベッケンバーお前隠れてんだよ、来んな。 あとはあ、ペドリか。ちょっと待って、フォワードが1、2、3枚か。で、中盤ラビオ、あ、ラビオいらんね。あ、ベッケンバーはありっちゃありか。で、ラビオのとこもう1枚ぐらいセンターバック欲しいよね。で、とりあえずこれが今週のガチスカか。あ、マルキーニョスいいじゃん。マルキーニョス行こう。このマルキーニョス、強いマルキーニョスだっけ。わからん、覚えてない。ディフェンスセンス、でもこんな感じだったような気がする。フィジカルコンタクトがちょこっとあんだよな、確か。いや、この人じゃない、全然違うわ。俺がもっと磨き上げたマルキーニョスがいんのよ。ま、磨き上げたマルキーニョスが。ホドリゴも使いたいな、でも。
ハーランドいいね、バルベルデ、ま、磨き開けた、ライスええじゃん。いやでもこのタイプはもう使わんって決めたからね。こっちだったかな、フィジカルコンタクトがちょっと高いみたいなのいたんだよな。あれ、俺の大好きだったマルキーニョスちゃんは、あれいなくなってる、まあ、どっちでもいいのか。じゃ あ、まあこっち使うか。まあこんな感じですかね。マルキーニョスちゃん、カフーちゃん、フェレールちゃん、マルキーニョススタメンでもいいけど、こんな感じで。今週面白そうだね、ムーバップも B だし。ということでネレスちゃんを今週は楽しんでいきたいと思います。皆さんは当たり選手ヌドンベルどうだった、使った人教えてください。さようなら、パー。